さて、一つ柳隊の諸君、今日集まってもらったのは他でもない徳方ヒュージの件よ。何か分かったんですか、もゆ様？うむ、わしも気になるぞ。もゆ様、自分の工房にこもって一人で何やら調べておったな。ちょっと研究に没頭しすぎちゃって寝食忘れちゃっていたけど、徳方ヒュージのことはバッチリよ。実にもゆ様らしいですわね。あ、平常運転じゃそんなに褒めないでよ、照れちゃうわ。褒めてない。それよりもゆ様、徳方ヒュージのことをお聞きしても？うん、こないだグロッピが現場でサンプリングしたデータをもとに私の方で解析した結果、とある反応をキャッチしたわ。あ、あの徳方ヒュージの反応ですね。ではあのヒュージがどこに出現するのかわかるのかしら？まあまあ落ち着きなさい。残念ながら検知した反応は非常に微弱、存在することは分かっても具体的な場所を特定するのは不可能ね。存在するのに分からない、そんなことあるんですね。でも、もし近くにいるのが分かるんだったら、その辺りで待ち伏せすればいつかは見つけられますよね。待ち伏せって？そうよ、リリさん大正解。景品としてチャーム専用クリーナーを進呈しましょう。え？ありがとうございます。どういうことなの、モユ。いつ現れるかわからないヒュージを待ち伏せだなんて、いくらなんでも非効率すぎるわよ。もちろん、ただ指をくわえて待ってろってわけじゃないわ。第一、前回の戦闘では全く歯が立たなかったんでしょ？このまま再戦したところで同じ結果になるんじゃない？確かにな、ヘルブルの連中も一緒だったのに散々な結果だったからな。でも次こそは何とかしますですよね、皆さん。うん、私特訓してもっと強くなる。前回は徳方以外のヒュージも多く、ノインベルト戦術が使えなかったのは大きな誤算でしたわね。今度はきっとうまくいく。うん、よろしい。モチベーションの方は問題ないようね。ではあなたたちには徳方ヒュージの出現に備えると同時に、戦力増強のため強化合宿を行ってもらうわ。強化合宿じゃと？なんでモイ様がそんなこと言い出すのじゃ？もちろん決めたのはガーデンよ。私はそうね、現場監督ってところかな。モイ様が監督、考えただけでゾッとする合宿じゃな。大丈夫よグロッピー、あなたたちにやる気を出してもらう策はまだあるわ。今回合宿に参加するのはあなたたちだけじゃないの。特別ゲストを紹介しましょう。特別ゲストですか？ごきげんよう、一つ柳隊の皆さん。ごきげんよう、お元気そうで何よりだわ。カナホ様、それに高根様も、グランエプレのお二人がどうしてここに？わ、特別ゲストってもしかして？看板女子芸術高校所属、グランエプレ一同、要請いただいたリリー戦力強化合宿に参加させていただきます。約束を果たしにやってきたわ。一緒に頑張りましょうね。グランエプレの皆さんと強化合宿。それだけじゃないわよ、リリさん。先日一緒に戦ったレギオン、あのヘルボルにも声をかけてあるの。ヘルボルですか？エレンスゲの。まあ相手はあ
のエレンスゲのレギオンだからね。あのガーデンがおとなしくこちらの要請に従うとは思えないけど。とはいえ、ヘルボルは一つ柳隊と結束していくという話もあるから、まあ来てくれるんじゃないかな。はい、きっと来てくれます。カズハさんたちがいらっしゃったら三つのレギオンが集結ですよ。お姉さまどうしましょう。私落ち着きなさい、リリ。私もカズハの仲間に会えるのは楽しみだわ。ですよね。強くなりましょう、カナホ様。私たちの手であの特型ヒュージを倒すため。ええ、当然です。はあ、ついにやってきました、ユリガオカ女学院。クレハ、本当にこの学校好きよね。確かにいいところだけど。グリーンフェアの時は学院までは来てませんでしたから、この機会にしっかりと隅々まで見させていただきます。しょ、よいしょ。何やってるのよ、あかり。校門に登るなんて何を考えてるの。いや、あそこのデザインをもうちょっと近くで見たくって。サダモリ、肩車しないわよ。ほう、やってるやってる。こんにちは、皆さん。ようこそゆりが丘女学院へ。あ、リリさん、それにマイ様たちもご無沙汰してます。ここでお待ちいただいてたんですね。ラウンジの方で待っていただいてもよかったんですよ。いえ、荷物を配送してもらう手はずになっておりまして、その受け取りをしていたんです。それとあかりちゃんが。やっぱりここの建物すっごくいいよ。なんだか僕もなんか作りたくなってきちゃった。鉛筆と画用紙どこ。こら、あかり、こんなところで荷物を広げないの。うわー、着替えが地面に落ちちゃいますよ。これから数日騒がしくなりそうだな。いいぞいいぞ、もっと盛り上げていけ。ありがとうございます。ねえ、そういえばカナホ様たちは。荷物を受け取ったからお渡ししたいんだけど。ああ、はい。カナホ様と高根様はお姉様が校舎を案内しています。姫香さんたちは私たちがご案内しますね。まずは荷物を宿泊施設に運ばないと。え、僕たちここに泊まれるの。はい、寮の空き部屋の使用許可がおりましたから。新館ですから、私たち1年生と同じ建物ですよ。それ素敵ね。後でお部屋に遊びに行ってもいい。もちろんです。楽しそうだから私もお邪魔するかな。ユリが丘の乙女の花園。はあ、そこでどんな尊いやりとりが生まれているのでしょう。あはは、クレハさん、時々カエデさんみたいな反応するよね。プリクシ。大丈夫、カエデさん。私としたことがはしたない。きっとリリさんが私のことを噂しているだけですわ。だったらもう少しおしとやかな声でお願いするわ。それよりカナホ様はいかがいたしましたの？先ほどから姿が見えませんが。ガーデンへの報告で席を外しています。すぐに戻るかと。なるほど。お二人はいつも一緒のイメージでしたから、高根様の横にカナホ様がいないのは不思議な感じですわ。それほどいつも一緒にいるわけではありませんよ。ですが、お二人は幼馴染で、進学もずっと一緒でしたのでしょ？お台場女子から今のガーデンに移られたのも、お二人揃ってとお聞きしております。ええ、そうです。腐れん、
と呼ぶには長すぎるかもしれませんね。高根様、失礼だと思われましたら無視していただいて構いません。お聞きしておきたいことがあります。何かしら。高根様は体のどこかに不調を抱えているのではありませんか。特に魔儀に関わる部分で。楓さん、本当に失礼よ。申し訳ありません。ですが、今回の合宿の最中に徳型ヒュージが現れた場合、グランエプレにも協力をお願いすることになるでしょう。私は一つ柳隊の司令塔であると自負しております。ですから指揮下にあるリリーの正確な戦力分析は必須ですわ。皆さんと生きて帰る、そのために。さすがですね、ユリガオカは。いえ、ユリガオカの司法と呼ばれる楓さんが特別なのかもしれませんね。高根さん。楓さんのおっしゃる通りです。私は数年前の戦いで致命的な傷を負い、以来、魔儀の受容量が大きく損なわれる後遺症を抱えることになりました。ユユさんも気づいていたのでしょう。以前ユリガオカにいらっしゃった時に、あなたたちの戦い方は目にしたわ。まるで何かに追われるような苛烈なチャームさばき。あなたとカナホさんは、そんな早回しのダンスのように戦っていたわ。ええ。この言葉、私とカナホしか知りません。今はまだ、一年生たちには、黙っていていただけますか？それは、お二人で決めたことなのでしょう。でしたら、私どもが口を挟むことではありませんわ。ですが、あの方たちがお二人の次元に達したのならば、その時は話してあげてくださいませ。まあ、後のことはお任せくださいね。ユリガオカの司法こと、私カエデ・ジョアン・ヌーベルがしっかり守って差し上げますわ。頼もしいのね。お待たせいたしました。あら、高根ちゃんが笑ってる。一体どのようなお話よ。あなたの世話焼きが過ぎるって話よ、カナホ。まあそんなことを。あまり恥ずかしい話をしてはダメよ、高根ちゃん。羨ましいですわ。私もそんな風にリリさんと長年連れ添った伴侶のようなしっぽりとした空気を醸し出したいですわ。さて、カナホさんもいらっしゃいましたし、お茶にしましょうか。ええ、それは楽しみだわ。面白い方たちだわ、本当に。ああ、海だ、海だ、海だ。あかりさん、急に走ったら危ないです。姫香さんからも。海よ海よ海、ヒャッホー。あ、お二人とも海が好きなんですね。都内にいるとなかなか海に行く機会がなくてね。こういう海岸に来たのは久しぶりだわ。でもこの辺りはヒュージの傷跡が多く残っているのね。見るからに激しい戦いがあったように感じるわ。私の故郷はここよりひどく、完全に陥落してしまいました。あそこはもうヒュージの跋扈する土地ですから。グオー・シェンリンさんね、前回はほとんどお話できなかったけど、改めてよろしくお願いするわ。はい、高根様、何卒よろしくお願いいたします。あー、クオシェンリン。はい。あなた、クオシェンリンじゃない。あのワールドリリーグラフィックの表紙を飾ったクオシェンリンね。なんじゃか説明的じゃの。て
ていうか、ガーデンからずっと一緒に歩いてきたのに、今さら。クォ・シェンリン、あなたはヒメカのライバルよ。ライバルですか？申し訳ありません、身に覚えがないのですが。あなたに覚えがなくてもヒメカにはあるの。アイドルリリーを目指すヒメカより先にモデルデビューを果たすなんて。あ、でも確かに綺麗ね。整ったお顔にエキゾチックな瞳、すらりとした手足。写真で見るより実物の方が美しいわ。ありがとうございます。違うわ、その手に乗ってはダメよ。姫か、姫かだって可愛さだったら負けてないはず。面白さだったら貞森の勝ちだね。そこで勝負はしてない。騒がしい子だねでもとってもいい子だよ、あかりちゃんもクレハさんもね。はいはい、注目皆さん、今日は遊びに来たわけではありませんのよ。ヘルボルとの合流までに少しでも力をつけておきたい、そうおっしゃったのはどなたでしたか？確か楓さんだったと思う。はい、そういうわけでこれより合同訓練を始めますわ。1年生は基礎体力をつけるため海岸をランニング、上級生の方々は戦術理解を深めるシミュレーションを行います。はーい、砂遊びしよう、砂遊び。分かってらっしゃらない方がおりますわね。楓のやつ、ずいぶんと張り切っておるの。一体何があったんじゃ？彼女なりの責任感でしょう。頼もしい後輩をお持ちで羨ましいわ。さて、私たちも始めましょうか。ゆりが丘の戦術勉強させていただけるなんて光栄です。よし、みんな頑張ろう。ではランニングと基礎訓練が終わったところで、ノインベルト戦術についての講義を行いますわ。あら、ノインベルト戦術なら知ってるわよ。特殊な弾丸をチャームで弾いてパスするあれでしょ。姫かちゃん、ご存知ないのですか？ユリガオカはノインベルト戦術の教育において世界レベルの実績を持つ名門中の名門なんですよ。そのユリガオカの方から講義を受けられるなんて貴重な機会です。聞き逃さないようにしましょう。カンバ女子でも当然一通りの戦術はカリキュラムに含まれているけど、ユリガオカの専門教育に比べればまだまだでしょうね。カエルさん、ぜひご教授してほしいわ。そうね、ではどうせだから基礎から説明することにしましょう。はい、ちびっこ一号、あなたに説明を頼みますわ。私ですか？突然のキラーパスだね。わかりました。僭越ながらこの二川文がご説明させていただきます。まずノインベルト戦術というのは、通常9人のリリーで行う集団戦法なのです。もっともヒュージの強さや規模によってこの人数は変動します。5人で行う場合は正式にはフンフベルトと呼びますが、総称としてノインベルト戦術と呼ばれることが一般的です。ちなみにノインベルトとは9つの世界という意味よ。マギスビアを9つの世界に模したチャームを通して成長させてヒュージに向けて放つんですよね。その通りです。最初の一人が特殊弾を使ってマギスフィアを生み出し、できたマギスフィアをパス回しすることで、リリーのマギを一つの弾に込めていきます。ノインベルト戦術は、9人分のマギを集めた分の威力がありますわ。大抵のヒュージは、
この一撃で倒せることでしょう。必殺技だ。その通り。ですが、この必殺技を叩き込むには相当の連動が必要です。何よりもリリー同士の連携が必須になりますわ。そのためにもリリーたちはレギオンという戦術単位で編成され、普段から絆を深め合う必要があるのですわね、リリさん。うん、いつも一緒にいた方が息が合いますもんね。あの、楓さん、私が説明するはずじゃ。百聞は一見にしかず、お手本を見せてあげましょう。そうですわね。では、私たちも5人で行いましょうか。リリスさん、ユユ様、マイ様、シェンリンさん。はい。わかったわ。おう、任しとけ。お手本になるかはわかりませんが、尽力いたします。リリさん、始めてくださいませ。特殊弾をチャームに装填して、ノインベルト戦術、行くよー。シェンリンさん。かしこまりました。確かに受け取りました。お二人はそのままパス回しを。私たちはポジショニングを行います。キュウジがいることを想定して動くんだぞ。実戦では動く敵がいるんだからな。味方の位置とヒュージの位置、そしてマギスピアの軌道、フィールド内の流れを感じ取るのよ。そう、私の力で。レジスト、楓さん、そしてカナホ様のレアスキル、周囲のマギ純度を向上させ、指揮などを強化させるという。対ヒュージ戦闘で指揮を取るにはレジスタは必須とも言えるわね。よく見ておかないと。シンリンさん、どうぞ。はい。マギスフィアが育ってまいりましたね。今です、ユユ様、マイ様。了解したわ。こっちはいつでもいいぞ。お願いいたします。それ。確かに受け取ったわ。舞、私から行くわよ。あれをやる気か。いいぞ、任せとけ。そこ。相変わらず激しいパスだな。私じゃなかったらロストしてるぞ。あなただからこそ出したパスよ。そう言われたら張り切るしかないな。そりゃ、すごい、あんなに素早くマギスフィアを扱うなんて。うひー、目が回っちゃいそう。十字の方向、敵ヒュージあり。フィニッシュを決めてくださいませ。オッケー、決めろ、ユユ。決まったわね。すごいです。これが本場のノインベルト戦術。忘れないうちに日記に書いておきませんと。やったー、成功ですね、お姉様。実戦で必ずしもこううまくいくとは限らないけれどね。数をこなして連動を上げないと。そうですね、私たちも頑張らなくては。できれば実戦で力と自信をつけたいところだけど。この声は、もう貞森、お昼さっき食べたばっかりなのにお腹の音鳴らさないでよ。姫
カじゃないわよ。っていうか、姫香のお腹を何だと思ってるわけ。ヒュージ出現、数は少ないけど。練習は一時中断ね。みんなの準備はいいかしら。グランエプレ出撃。一つ柳隊も出撃です。なんとかヒュージを倒し終わったわね。ヒュージとの戦闘の後ですし、一休みしたら練習を再開いたしましょう。楓、ちょっと揉んであげようと思うんだけど、いいか？はい、お願いしようと思っていたところですわ。なになに？どういうこと？ここからは私がヒュージ役だ。なるほど。ノインベルト戦術を始めるわ。いや、あそこにいるのはマイさんではないわ。あれはヒュージよ。気を引き締めなさい。それって練習試合的な？姫香ちゃん、全体を見て行くわよ。はい、かなほ様。大丈夫、ゆりが丘のお姉様だからって一人じゃ。一人じゃどうした？うわぁ、はいよーい。あれは舞様のレアスキル、祝辞ですか？空間の抵抗ベクトルを操作して高速移動するレアスキルですが、あれほどの速度見たことがありません。どういうことよ。さっきまであそこにいたのに、ずるいわ。サダモリ、僕に任せて。仕方ないわ。当たり、パス。今度は僕の番。そんなに簡単にいくかな。どうやったの？どうやって来たの？ワープだ。こら、あかり！驚いてないでマギスフィアをしっかり保持しなさいよ。あ、忘れてた。私がフォローします。はい、カット。そんな早すぎます。ロストしちゃう。させないわ。ゼノンパラドキサ使いか。祝辞に加えて複数対象の行動ベクトルを把握できるレアスキル。マイさんほどの高速起動はできませんが、この程度ならば。高根様がマギスフィアを。やってみなければわからないぞ。試してみるか、私とのドッグファイトを。胸はお借りするわ。お二人の姿が消えた。よく見て、みんな。あれだけ高速でのマッチアップ、そう見れるものではないわ。こちらは塞がれた。ことごとくパスコースを潰して。さすがだわ。この動きについてくるとはなかなか。どうして。先の先、そのさらに先を読むか。クレハさん。私ですか？やらせない。はあ、それ。バックボス。カナホ様、受け取ったわ。タカネちゃん、これでフィニッシュよ。やったー。ほほー、すごいです。フェイントからのフィニッシュショット、こんなに鮮やかに決まるなんて。してやら
れたな。前に心理戦を仕掛けてくるとは、実に面白い。こうでもしないとパスコースが見つかりませんでしたから。高根様もですけど、かなほ様の方もすごいです。高根様がパスすると分かって先回りをしているなんて。土壇場で急にできる動きではありませんわね。気が遠くなるような長い時間を経て体に染み付けた動き、グランエプレの戦い方しかと見させていただきましたわ。お褒めに預かり光栄です。1年生の皆様もいい動きでしたわ。そんな、私たち舞様には手も足も出なくて。そんなことはないと思うわ。トップスピードの舞の相手をできるリリーはそういないもの。そうですよ、私だったらきっと速攻でロストしてますから。そういうことは自慢げに言わない方がいいと思う。みんなで練習するって楽しいな。はい、私もそう思います。楽しんでばかりもいられませんわよ。今のでそれぞれの課題も見えてまいりましたから、弱点を克服するためのメニューを作成いたします。ヘルボルの連中が来るまでに穴は埋めておかんとな。あやつらの実力も相当なもんじゃぞ。ええ、よろしくお願いします。一つ柳隊の皆様、それじゃあ始めましょうか。一つ柳隊グランエプレ合同練習開始です。